どうもバシーデですってことでね、今日はねネイティブインストゥルメンツのソフトグレイズというねソフトウェアを紹介していこうと思います。実際僕これ購入したんですが、今日はね、ネイティブインストゥルメンツのサイトの方から紹介していこうと思います。でまず値段なんですけど、値段は6600円します。はい、6600円して、先にちょっと容量とかね、そっちの方行ってみましょうね。これコンプリートのインストゥルメントで、無償のコンタクトプレイヤーで使うことができます。コンタクトで使うことができますね。でサウンドの数が200で、プリセット数が148、ウェブテーブルの数が43で、ダウンロードのサイズが 1.38GB 非圧縮時となってます。でシステム要件としては、無償のコンタクトプレイヤーまたはコンタクト、コンタクト6プレイヤーのシステム要件とコンタクトプレイヤー FAQ もご確認くださいということになってますね。まあ、コンタクトで使えるまあ、ソフトというふうになってます。インストゥルメントですね。でですね、値段は言いましたよね。でグレイズで、これがどういったものなのかというと、ハイグロスボーカルインストゥルメントといって、ポップス、ヒップホップ、 R&B、 さまざまなジャンルに対応する多彩なボーカル、ボーカルチョップに音階をつけて自然なサウンドのシーケンスを作成可能、ボーカルリック、スタックコード、ベースやパッドサウンドを含む148のプリセット、独自プリセット作成も可能。プレイシリーズは直感的なインターフェースで、優れたサウンドのプリセットとリアルタイムコントロールを実現ということでですね、僕も使ってみたんですけども、非常に直感的に使うことができて、かつおしゃれなサウンドがいっぱい入ってます。でボーカル音源だけが入ってるのかなといったら、そうではなくて、ベースやパッドサウンドを含む、まあ、148のプリセットが入ってまして、まあ、ベース音ですとかね、そういった音も入ってますので、非常にね音作りをするときには便利なアイテムになってくるんではないかなというふうに思います。それではですね、これネイティブインストゥルメンツの公式のサイトからなんですけども、どういった音源が入ってるのかっていうのを聞いてみましょう。バシヒデ、かなりおしゃれですね。では次の音源聞いてみましょう。では次行ってみましょう。といった具合にね、まだね、デモ音源は14曲ぐらいあるので14曲があるので、まだまだいっぱいデモはあるんですけども、まあ後でね各自チェックしていただければいいかなと思うんですけど、こういった感じのね、ボーカル音源が入ってますね。なのでちょっとしたね、自分のトラックね、インストを作る方なんかね、どうしてもね、音だけだと、まあ、オケだけだとなんか足りないなっていう風に感じる時ありますよね。だけど無償のね、ボイスサンプルとかだとなんかちょっと味気ねえなっていう時もあるんですよ。そういった時にこのねグレイズを使うと、今のようなねおしゃれな音を作ることができるので、おすすめかなという風にも思います。はい、でグレイズの内容をちょっと読んでみましょうかね。グレイズはワイドなスタックコードやパッドからリード、ベース、ディンバーに至るまでツヤのあるボーカルバイブスを届けます。さまざまなライブボーカリストの歌声がレコーディングされており、艶やかなポップスからシルキーな R&B ではフロントボーカルの役割をこなし、
ヒップホップやトラップではプロセスを加えたトリッキーなメロディーを奏でることができます。新しいリフトランプリセットでは音階上にマッピングされたサンプルチョップを組み合わせることによって独自のボーカルランを作ることができます。さらにプリセットマクロを使うことでリックにちょっとした味付けを簡単に加えられます。というねことで、ここにも書いてある通りなんですけども、ですね、本当このフロントボーカルの役割をこなしって書いてあるんですよね。本当フロントボーカルの役割をこなしてしまいます。だから例えばね、シンガーの声欲しいなっていう時ありますよね。 でも女性のねシンガーの声が欲しいだけれども、シンガーさんの都合がつかないよとか、そういう時に使うことができますよね。ボーカロイドでもいいんですが、ボーカロイドとはまた違うね、なんていうかな、トリッキーな感じというか、最近のローファイヒップホップっぽいね感じの、なんていうかな、最近のねアーバンな感じっていうと分かりやすいのかな、都会的なね、感じですよね、こういった感じ、ですね、このグレイズというソフトはですね、まあ僕のようなねラッパーというかレゲエ DJ というかね、そういったね、歌を歌う人には非常におすすめかなというふうに思います。それなぜかというと、まあラップとかね、まあレゲエ DJ、 まあメロディアスなね、DJ をする人はまた別の話になってきちゃうかもしれないので、まあ語弊があったらいけないかなと思うんですが、結構ねこうずっとねずら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 とね単調なね、ラップを歌う人の曲ってあるんですよね。僕もそういう曲を作るときあるんですけど、そういったときってどうしてもね聴いてる方が退屈してしまうんじゃないかなって考えるもんなんですね。でそういったときにやっぱ8小節とか間にシンガーさんが入ってくれると、非常にこの曲としてね、なんていうかな、もう今日のようなラップの部分とシンガーのメロディアスな部分が重なって非常に曲としてかっこよくなるときがあるんです。でそういったときにまあね、シンガーがいつでもねこうポン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 使えるわけではないのでね、どうしてもねこういったグレーズのようなねソフトがあると便利かなっていうふうにも思います。はい。で、こちらね、ちょっと読んでみましょうね、この部分ね、この部分ね、グレーズはもともとポップアーティストとのコラボレーションのために開発されたカスタム仕様のボーカル音源でしたが、ニーヨ、アリアナ・グランデ、ウィル・スミス、ドクター・ドレ等とのプロデュースを経た後、伝説的なエンジニアとして知られるカーカス・サウスとウィルソン・ロチャード・ホリデーの手により製品化されることになりましたっていうことでね、その2人がねこちらの2人ですね。はい。ちょっとね映像を見てみましょうか。これネイティブインストゥルメンツの公式のサイトでもうチェックすることができますので、ね、ぜひ興味のある方は、ね、見てみれば楽しいかなというふうに思うんですけども、 The Story of Glaze ってことで、ね、ちょっと見てみましょう。 My name is Rashad Roe Holiday and I'm a producer, composer, songwriter, engineer. My name is Sauce. I'm a vocal producer, engineer, and I've worked with artists such as Brandy, Neo, Ariana Grande, Celine Dion, Music Soul Child. Vocalists are unique, and I think that you know, your voice has character and it makes you who you are, and that character is what makes a song and what makes a track special. And in terms of singing or rapping, I mean, it's that character that brings that track to life.I first came with the idea to build Glaze because I wanted something to play vocal pad. はい、といった感じでね、Glaze、どうでしょうか。ね、いい感じな、ね、
あの2人ですね、なんか言ってましたね、今アリアナグランデとかね、ニーヨとかのプロデュースしたんだぜみたいなこと言ってましたね。で非常にユニークなね、仕上がりになってるよみたいなこと言ってましたけどね。はい、でこれね、インターフェースはこういう感じでですね、僕もねまだそんないろいろいじくり回したわけじゃないんですけども、非常に直感的に使えるっていう部分もあるので、はい、全くねDTM 初心者の方でも、触れるぐらいのものかなっていうふうにも思いますので、次回ねこの動画の、まあ、次になるか次の次になるか分かんないですけども、まあ、実際自分がね使ってみたところっていうのをお見せして参考になればいいかなというふうにも思ってます。はい、というわけでございましてね、ネイティブインストゥルメンツ社から発表されているグレイズというソフトを紹介してまいりました。次回ね、先ほども言ったように僕が実際使ったところをお見せしていこうかなというふうに思ってますんで、ぜひぜひ楽しみに待っていてください。それではね、またお会いしましょう。バイバイ。